今週も始まりました笠井梨央の即興処理芝居ということでね、前回のクリスマスエピソード、なんだっけ、トナカイのなんだっけ、トナカイの旅立ち第1話をお届けしたんですけども、大好評にいただきましてありがとうございます。今夜はですね、そのクリスマスエピソード第2話をお届けしたいと思います。それでは最後まで楽しんでください。今週の第2話はトナカイの寄り道アクション。サンタさんはやっぱり怠け者だったな、うん、でも去年は結構働き者だったのに、今年はなんであんなに寝不足なんだ。サンタさん寒いね、今日も寒い、どうしようかな。サンタさんなんかやる気なさそうだったから、僕もう違う相方探しに行こうかな。はじめまして、トナカイのトナコです。トナコちゃん、はじめまして。何してるのそこで。は、なん、はじめまして、あなたはなんて言うの。僕はトナ太郎って言うんだよ。よろしくね。トナトロンさん、今年はサンタさんどんな感じですか。今年はサンタさんも全然寝ぼすけで全然ダメなんだよ。そっちのトナカイじゃなくて、そっちのサンタさんはどんな感じ。私のところも同じなんです。今年はなぜかみんな寝ぼすけサンタが多いんですかね。そうみたいだね、僕と同じなんだ。じゃあさ、もう二人でどっか行っちゃわない。いいんですか。どこに連れてってくれるんですか。そうだね、どこがいいかな。そうだね、じゃあクリスマスだからイルミネーションでも見に行かない。本当ですか、嬉しい。じゃあ行きましょう。うん、ポテオ。でも手が丸いから手がつなげないけど大丈夫。じゃあどうやって行く。寄り添って行きます。そうだね、寄り添っていこうか。カーッと。はい、今夜は第2話ということで、ね、トナカイの寄り道編をお送りしましたけども、いかがでしたか。今回ちょっとあの言葉がね、若干こうなんですか、あのひちゃがめちゃがになりつつあったんですけども、そう、トナカイさんね、今回はそうサンタさんがね、寝ぼすけでもう仕事にならんということで寄り道をしてたら、なんとね、トナカイの女の子が出てきまして、トナコちゃん、トナコちゃんと初めてこう出会って2人は一目惚れをし合ったわけですよ。それでちょっとこう恋が始まるのかなみたいな感じで、お互いのサンタさん、相方のサンタさんが寝ぼすけだったから、あの2人でイルミネーション見に行こうみたいな感じでイルミネーション見に、あのこう寄り道をしたっていう話でした。まあね、次回はどんなエピソードになるのかなと思うんですけども、楽しみに待っててください。以上、今週の笠井梨央の一人即興芝居でした。 See you!